石川薫11月7日隊は、日本の元外交官。東京大学客員教授、外務省経済局局長、エジプト中殺特命全権大使、カナダ中殺権国際民間航空機関日本政府、代表部在勤特命全権大使などを歴任。現在は、公益財団法人日本国際フォーラム理事、研究本部長、一般社団法人日本外交協会理事、 東京都出身。1971年、東京大学法学部在学中に外務公務員採用上級試験に合格し、1972年、東大を卒業し外務省に入省した。外務省では、本省にて、大臣官房参事官として、中近東アフリカ局や経済協力局を担当し、大臣官房審議官として経済局、 総合外交政策局国際社会協力部中東アフリカ局を担当した。2002年に総合外交政策局の国際社会協力部にて部長に就任し、その2年後に国際社会協力部が大臣官房に管された際にも引き続き部長を務めた。2005年には経済局の局長に就任した。在外交官では在在イ,イール大使館の一等書記官。 在イギリス大使館の参事官を務め、在フランス大使館では講師となった。外務省での勤務の傍ら、複数の大学にて教弁をとっていた。1992年から1994年にかけて、早稲田大学の講師を非常勤にて務め、2004年から2005年にかけて母校である、東京大学の客員教授を務めた。 また、大学以外の研究機関にも勤務した経験を持ち、1995年には、イギリスの国際戦略研究所のリサーチアソシエートとなり、2001年には、日本国際問題研究所では、所長代行や、主任研究員を務めた。2007年、エジプト中殺特命全権大使に任命され、エジプトに赴任した。その後、2010年に、 カナダ中殺権国際民間航空機関日本政府代表部在勤特命全権大使に任命されカナダに赴任した。私生活では夫人との間に自助。趣味はゴルフ、音楽、及び執筆。ザウの名は何事も努力。父である石川義孝も外交官であり、第二代トロント総領事としてカナダに赴任している。2011年3月23日。 東北地方太平洋沖地震の犠牲者に対して、脅意を表し記帳するカナダ首相、スティーブン・ハーッパート。ありがとうございます。